そのコンビニまで何分かかるんですか。なんで絞る時間ってどれぐらいやってんですか。なんでなんでって何何分ぐらい祈ってんの。くじ挑戦するときになんかジンクスとか、なんかやってるようなことってあるんですか。これほんまにあって、まず家の玄関右足から出て、あれほんであのね、この大きく開かずに一足、このこうやって歩きます。この一個一個で、ほんでちょうどコンビニの扉をここでオープンできたら入るんですけど、これで合わなかったら僕も戻ります。大変だな。そうやり直し、うん、大変すぎる。戻る。あとね、100円玉をあの昭和、僕51年生まれなんで51円の100円玉で絶対買います。大変、難しいって、はい、大変、集めるの大変です。大変。それは家からそのコンビニまで何分かかるんですか。なんでなんでも、なんでもまあ変だけど、なんで気になったかもおかしいし、全然気になっちゃいました。なんでそうなんですか。何分かかるんかなと思って。あ、コンビから家まで、はい、なんで答えてあげてもいいじゃないですか。答えてあげてくださいよ。え、本田さんもそういうついついやっちゃうようなジンクスとかあったりするんですか。私、あの引いてから両手でこう、もう結果出てるのに変わらないのに、こう両手でグーってこう挟む、絞るというかね、お願いってこう祈っちゃうんです。相手に手の間に入れて、でも結果はね、それしても変わらないと思うんですけど、うん、それはついついやってしまってるかもしれないですね。絞る時間ってどれぐらいやってんですか。なんでなんでって何すごいぜ。いやね、すごいぜ。これが芸能人同士のラリー。切っ先が交わる瞬間見えなかった。令和ロマンのお二人は何かやってることありますか。ありますか、ジンクス。あ、でもやっぱりその、うん、お会計の時にやっぱ極力その、充電器とか、単価の高いものを買うことでお店に媚びを売るようにして、セットでね、セットで買うことで、分かる分かる、はい、極力媚びを売るようにしてます。あるよね、はい、トイレだけ借りるのもあれだし、それもあれだしみたいな感じで、うん、単価の高いものを一緒に購入しています。なるほど。純正のライトニングケーブルとかね、高いからね、ライトニングケーブル、うん、買ってます。車さんは。あ、全く同じことしてますね。嘘つけよ、せこいぞお前。適当なこと言うな。考えろよちゃんと。考えろよ。いやもう本当に祈ってます、本当に毎朝祈ってる。毎朝、はい、毎朝祈ってます。え、何分ぐらい祈ってんの。なんで、うん、なんかお前、何やこいつ、勘悪いな。すごい勘悪いやつ。勘が異常に悪い。